皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題25、加熱調理の炒める方法で調理した料理として正しいものを1つ選びなさい。 A. ご飯、 B. 茹で枝豆、 C. スクランブルエッグ。どちら正しいですか？皆さん、画面の下の右に答えがありますから見てください。では、こちらは問題を終わります。皆さん、次の問題を見てください。